こんにちは。今日はお客様のご要望により、こちらの株50を全塗装するために、分解していきたいと思います。よし、はい、ここまで来ました。あとはエンジンを下ろすだけ。よいしょ。はい、あとはほぼスイングアームとリアサスペンション、フェンダーを外せばフレームだけになりますよ。てか、部品がバラバラと、置いてありますが、はい、フレームですね。あと今回使った工具がこんな感じで少し揃えてみました。ネジ外れない部分がありましたので、バーナーとかも使いましたね。ネジ遅延、はい、これで以上です。ここから磨いて下塗りをして色を決めていきたいと思います。こうご期待。はい、3、2、1、どうぞ。はい、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。今日は直しに来たの。遠藤さんも顔見せ来ただ。あ、なるほど。違うね。株の塗装を寸べってきたので。まずペーパーかけたね。ペーパーがまず分解するなら、ね、分解して、じどうする。分解して、うん、パーツごとに分別する、うん、そしてパーツごとに分別してから分別して最初に塗装する。でゴミ箱に入れると、分別ゴミとして、うん、パーツに分解してそれを全部を見せる。お見せるの、はい。それはもう取ったもん、うん、見せて分解して、うん、そしてエンジンルームとかああいうのは全部、うん、ガソリンじゃない、灯油漬けにし てエンジンはやんねんから。エンジンはやんねん。やんねんにしたら塗装なんだもん。あ、塗装なんだ。エンジンはそのまま。エンジンはそのまま、うん、あとマフラーとかそういうのも磨かない。塗装、塗装メインなんだ。塗装、うん、塗装でバラバラにするって言っちゃったもんだって、うん、前にしたら。そうだったら塗装するんであればまずは、うん、サンドペーパー。サンドペーパー、サンドペーパーでやるの、うん、だからサンドペーパーじゃなくてあのホームセンターに売ってっから、うん、こんなの四角になったら、うん、ちょっとあれだって、うん、あれで磨くか。いや、誰やんのそれ。誰やんのって。2人でやって。なんで2人でやんの。水つけで、うん、だって頼んだ人がやんなのにして。一応ほら看板が塗装をするっていう手でやってっから。塗装は何色にするの。何色にするってな。株はシルバー。シルバーもいいな、うん、シルバーがメインじゃないの。シルバーいいな、株な。見たことねえ現状。あ、ねえの。ねえな、シルバーは。そんな色。そんな色よ。シルバーはねえべ、株のシルバーなんて見たことねえ俺。草色。草色、アクサイドいいな、うん、じゃあ クロス株見ていくしたら、クロス株、クロス株見ていくしたら、うん、うんうんうんって、
クロスカブ、クロスカブミデイグして色揃えたら、いやフォークは何色にする、えフォーク一緒だとしたら、一緒だろ、かぶってわかる、わかるよ、かぶってわかる、うんうん、ボディの色とフロントフォークの色は一緒なんです、一緒なんです、あのなんか色違うのは、うん、色違うのはまだ別に色違うのはあれは自分でやってるの、色違うのはないよ、だってこれなんか株はないよ、こういうのでミットやってるよ、うん、それはあれ今のあれだよ、クロス株とか新しい株じゃねえの、うん、茶色とシルバーだけ真ん中にしてるけど、うん、あの2色でやってるよ、うん、あそこあれやっぱりショック、うん、ショック部分が違うから、うん、あそこのショック部分を色染めでやってるよ、うん、うちにあるのは C50 っていう昔のやつだから、ショックもフロントフォークもボディも同じ色、うん、あの見てねえの、2色のもかっこいいですよ、え、じゃあ2色ですかよ、黒、ほら黒でもいいしよ、あー、そうだな、食道が同じ、誰染めんの、俺染めてやるから、染めるの、うん、磨くのが誰に、俺磨けてやる、磨くの、はい、塗装屋やってたから、じゃあ、くくみ立ては、組み立てやるんだいや、組み立てもしてみたいな、俺、ああ、いいな、全部してみてやる、分かるから、うん、